が見るすれ。うわ、すごっ。どうもすごい。すごい。鈴持ってきた方が良かったのかな。大丈夫じゃない。ラジオ待ってるし。3時待ってよ。このラジオ。結構怖いな。うん。橋？橋だよね。怖くて行けないですね。あれテーブルじゃないの？テーブル？なんか台あるよね。怖いんだけど。すごい綺麗だよ。この先端怖い、うん、昔は行けたんだ。
あ、まあまあまあ、ちっちゃいちっちゃい。まあまあ、危ない。ちっちゃいんじゃない？ちっちゃい。おー、すごい。すごい急だよ。危ないよね。お家で作ってきたザンギです。色が美味しそう。お会いしますか。はい。お疲れ様です。今日は厚岸のコンキリエまで来てます。言ってるけど、これもあるから。あーラーメン残ってんじゃないけど、ちょっと霧がね、幻想的な風景になってます。厚岸湖、厚岸霧タップ本部森公園、本部森国定公園、梅ジャム。麹ドレッシング。いただきます。ちっちゃいよ。昨日のね、ミックスベジタブル。
丸絵の。あと、ゲームっていうのが一緒なので、あとは丸絵の。あ、大きさが違うですね。丸絵のは、絵から猿まで、大きさが違って、ゲームは、比較的極端に、比べるのが一番。ゲームの2つ。2つ。はい。丸絵の。L か LL かなって今の時期そんなにちっちゃくないんで焼いたらちょっとちっちゃくなってああ LL もいいかなとあじゃあ LL でいいと丸 M L サーズが1つ L が1つ L2 つうん L2 つで丸 M の LL は2個ゲームの LL も2個はいはいはい次7月にえはいちょっと1500円700円十分そうですこれ700円の人ですかこれがいいんだろう何倍ですか1杯ですよねもっと紙持ってますねでまだ払ってないやつすごい塩味が。美味しい、幸せすごい、綺麗だ、これにもトイレある。ねえ。多分これ駐車場だった。うん。狭っ。狭っ。え？ちょっと登るのは怖いな。行ってみよう。近くまでね。登るのは嫌だな。ほら、鹿糞いっぱいあるもん。そして今、虫がなんか顔についた。あー、行けるよ、ここ。いやだ。え？素晴らしい景色がある。どうでした？そうでも下で見るのと全然ここで見た方がなんかちょっと期待していったんだけどでも向こうなんかもうちょっとはっきり上から見えるからで窓越しだから窓も汚いし、うん、下から見て全然大丈夫でしょ厚岸キリタップ昆布森国定公園小島大黒島こっちが小島で
大黒島。怖い怖い怖い、そこ怖い。あ、ここまで、うん、荒くない？引き方ほんと続くのかな。これ歩いていくと、うん、あるし、綺麗じゃん。この足すごい良くない？ね、光の地、末広海岸。また歩くよ、これ。これヒグマ生息地。あ、行けた。これは行けるじゃん。あの、駐車場まで。クマ出没注意。めっちゃ看板あるんだけど。カニも出そうだ。道で。まあでもいいな。こういうとこ好きだ。マイナスイオン。あ、いるね人。原生花園あやめヶ原。クマ出没注意。なんかゲートが顔刺されないようにこのゲート怖いな。馬もいるの？あ、そうなんだ。開けといて。わあ、怖い虫いる。怖い虫いた。いっぱいゲジゲジしたの。あ、マジ？放牧用の馬用のゲートか、あれ。馬ゲート。馬いる。まだ人いるから安心だよね。ちょっと2人だけだと心細いんだよな。あ、すごいな。ここ来たかったんだよね、本当にね。でももう多分あやめはないだろうなと思って。7月だったのかな。あ、すごい綺麗ね。でも歩くし、また昨日の二の舞になったら嫌だなと思って言わなかったんだね。来たいって。あ、でもここいいんじゃない？すごい。いいんだと思うんだよ。あれ。チンベ展望台。道なき道。そこぐらいだったら登れそうかな。あー、綺麗。めちゃくちゃいい眺め。めっちゃ綺麗だね。これ一番だね。ね。これはいいわ。あ、座って。あ、いる。鹿パラダイス。あ、子羊、子羊じゃない。子鹿じゃない？親子じゃない。ね。鹿パラダイスだよ。一匹出ちゃった。戻んなさい。通るよ。あ、いけるんだ。子鹿じゃない？あれ、出てきたの。すごい群れだね。鹿トラップも気をつけて。そしてこっち側には馬。すごいな。あ、でもこれ咲いてたらやっぱり綺麗。うんうん。あれ、子馬じゃないの？あれ白いの。違うのかな。奥にも座ってるのいるよ。馬っぽい。結構いるよ。奥に。本当だ。2、3頭いるよ奥に。また。ムツゴロウさん思い出さないな。こういう草原で走ってたよね、馬。うん、浜中だから近いよね。浜中だよね。うん、確か。あの、ムツゴロウ。そうそうそう。昔、初期の頃って。あれは登ってもいいよ。
綺麗。おお。あれ座っちゃってるよ。座って食べてるよ。通るよ。横通りますよ。通るよ。朝だよ。通りますよ。通るよ。刺身切り落とし本マグロとトラウトサーモンイカ刺し昆布カツオのたたきあっけしの煮粒中華味のイカ買いすぎ食べれるかな。じゃあいただきますか。お酒用意してください。じゃあいただきます。あ、乾杯じゃない。はい、乾杯。乾杯。あれそれここなんか歪んでない。いや前も言ったよね。なんでなったんだっけ。言った、あのキャンプ行った時。覚えてない。え、あの時酔っ払ってたもんな。火が近くて。そう、それでちょっと溶けた。前も言いましたけど覚えてません。記憶にございません。とか言ってたその時。記憶にございません。言ってました。サーモン、うん、うまっ。カツオがさ、すごい熱くない。これ熱い、めちゃくちゃ熱いんだよね。あ、おいしい。イカ、うん、ご飯に合う、酒にも合う、うん、すごい美味しい。なんだ、ごま油かな。ごま油だね、中華の味が。しかもなんかピリ辛だよね。うん、美味しい。これ酒のつまみだね。うん、粒おっきいよね。粒おっきい。醤油つけてないんだけど。美味しいね。すっごい柔らかくて美味しい。あ、なんか藁の匂いが、香りがすごい。え、なんか藁焼きなのかな。藁焼きとは書いてあったけど。あ、本当。いつも食べてるカツオのたたきと味が違う。全然違うね。燻製っぽい。うん、美味しい。美味しいね。朝から牡蠣食べて。これ一人一個って言った時はどうしようか。危険パターンに入ってた。北海道知事賞受賞だって。受賞味噌ピキラーメン。カキラーメンあんの。ピキラーメンあったし、昨日だし。そうだっけ。
近づいてきてる。